脇雅史君の関連質疑を許します。磯崎陽介君。磯崎君、それでは午前中に引き続き質問をいたします。今国家公務員の給与引き下げ問題、これ与野党で協議をいたしておりまして、まあ、私も近く決着させたいと思っておるわけでありますけど、この国家公務員給与の引き下げは一体何のために行うのか、総理からお答えください。内閣総理大臣、野田佳彦君。今磯崎委員にも実務者としてご協議いただいています、この給与臨時特例法案なんですが、東日本大震災というまさに未曽有の国難に対処するための、いわゆる財源を確保するという意味から、臨時異例の措置でございますけれども、国家公務員の給与をマイナス 7.8% 削減をさせていただき、その財源をさせていただきたい、そういう趣旨で、ご審議をお願いをしている法案でございます。磯崎陽介君。最初は 7.8% だったんですけど、今の与党の提案ではそれに人件を乗せるんで平均 8% に今変わっておるわけでありますけど、この説明がですね、今そういうの言った復旧復興財源になるというのはよくわかるんでありますけど、なんか消費税増税の言い訳とかですね、それから皆さんのマニフェストの国家公務員人件費の2割カット、ここまでもおかしいし、さらに労働協約締結権と絡めようとしている人たちもおるんですけど、これは2年間の暫定措置でありますから、2年経ったら給与はこの法律では戻るんですよね。あとの今言った3つは私はおかしいと思うんですが、総理いかがでしょうか。野田内閣総理大臣。ご審議をお願いをしている意味は、先ほど私が答弁申し上げたとおりでございまして、復興財源に資するために、国家公務員の人件費を抑制をする、削減をするということであります。で、税と社会保障と税の一体改革では、これは国民の皆様にご負担をお願いをするという意味から、しっかり行政改革の取り組みをやってます。あるいは政治改革の取り組みをやってます。そういうことをやらなければいけないという意味で、同時に一体に対応していこうと、そういう趣旨でお話をさせていただいているということであります。磯崎君。だからその2割カットは2割じゃないですね、いわゆる今回の給与カットというのは、あくまで復旧・復興財源であります、特にね、今与党と協議してて心配なのは、労働協約締結権の議論をしないとおかしいというのが時々おるんですよ。いやこれね、100歩言っても、恒久的な給与カットだったら分かりますよ。自民党も今私もそちらの公務員改革の責任者もやっておりますから、これは我々の時に出した公務員改革基本法に書いてることですから、私も重く受け止めて今議論をしておりますけど、今回のカットは、あくまで2年間の暫定措置でありますが、その時に恒久的措置として労働協約締結権の議論をしろというのは、もう甚だこれは理屈の通らない話だと思いますが、そこを民主党の議員の皆さんに総理からちゃんと教えてあげていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。野田総理大臣。給与法自体は先ほど来のご答弁のとおりでございますし、その関連で公務員の人件費2割カットとの整合性のお話もございましたけれども、これは復興財源として扱って期限が来たら戻る話でありますが、2割カットにするためにはどうするかは、引き続きこれ行革推進本部の中で公務員の人件費を含めて対応していきたいというふうに思います。でその上で、今お尋ねのですね、いわゆる4法案の中にいわゆる労働協約権について の規定見直しをするという法案がありますが、これ給与法は給与法でご審議いただき、この公務員制度改革の関連法案についても合わせてご審議をいただければ大変ありがたいというふうに思っております。磯崎陽介君。総理の答弁ならわかるんでありますけど、何かね、この暫定措置でその労働協約締結権という話がもういつも民主党の方が出るんです。これは何回も言いますけど、2年間で戻るんでありますか。2年間で戻るのに恒久的な措置ができないということは私は言っておきたいと思います。それで、今総理のご答弁の中にありました、人件費の2割削減、これは民主党のマニフェストですね、岡田副総理が今度はまたそれも担当になるということでございますが、どういうふうにこれ進めるお考えでしょうか。岡田副総理。委員ご指摘のように1月31日に、閣議決定で、行政改革実行本部を設置をいたしました。政府一丸となって改革を実行していく体制を構築したものでございます。その中で、総人件費削減についても公務員の計画的な削減の推進、公務員の人事給与制度改革の推進、こういった諸改革についてその具体的な見通しを立てた上で着実に実行していく考えでございます。磯崎君。
2割削減って大変だと思うんです。いや、どうするんですか。いや、だから具体的に、まあ、具体的にまでないけど、どういう方向で2割もカットするのか教えてください。岡田税改革一体 改革大臣。もちろん今まで一部下がってきたものもございますが、基本的なことはですね、まあ、これは数字が先行するというよりはしっかりとですね、実現できる見通しを持って進めていきたいというふうに考えておりますので、今申し上げました計画的な削減の推進、この数の削減ですね、そして人事給与制度改革の推進、人事体系の見直しや、あるいは退職後のあり方とかですね、60歳後の定年を延長した場合のあり方とかですね、まあ、そういったことについて一つ一つしっかりと議論をし、そして実現していきたいというふうに考えております。須田君。まあ、午前中の議論からね、民主党の提案には数字がないんですよ。どうしてそういうことができるのかと。じゃあ、仮にできるとしたらですね、私が今までの経験に思うんだけど、2割カットしようと思ったら、給与で1割カットして、定数で1割カットする。こんなことしか無理だと思いますけど、どうですか。岡田克也公務員改革行政刷新担当大臣。まあ、いろいろ議論があり得ると思います。まあ、そういったこともですね、まあ、実行本部設置されたばかりでありますから、しっかりと議論を行って、そして、まあ、地に足のついた改革をやっていきたいと。しかし、まあ、私、会見でも申し上げておりますが、これを実行するために、いやいや乱暴なことも含めてやるということも申し上げているところでございます。須田君。総理は、消費税増税のためにはみんなでは痛みを分かち合わならんと、その一つに公務員改革もあると言ってますよ。で、まもなく消費税の引き上げ法案も出すんでしょ。今のような岡田副総理のようなスピード感でいいんですか。岡田、野田内閣総理大臣。2割削減については、この間、本部を作りましたけれども、その本部の中で、しっかり議論をして、実現可能性のある案をしっかり編み出していきたいというふうに思いますが、今回の一体改革の法案と合わせて、行政改革を進めているという意味においては、特別会計の改革であるとか、独立行政法人改革とか、他のいろんな項目がありますので、そういうものを、あらゆるものをしっかり行革として実現をしていきたいというふうに考えております。佐々木陽介君。よくわからんんですけど、消費税増税のじゃ議論を始めるまでに今の2割カットの大体見通しは出してもらえますか。岡田副総理。まあ、どこまでやるかということはこれからの議論ですが、もちろんその出来栄えによって国民の皆さんの消費税引き上げへの理解というものが影響されるわけですから、しっかり車の両輪として進めていきたいというふうに考えております。須田君。総理、消費税増税の議論までに2割カットの大方のところを出してもらえますかと今聞いたんです。岡田行革担当大臣。もちろん、先ほど言いましたように、消費税を引き上げるという場合に国民の理解が、これは必要不可欠でありますから、国民の理解を得られるような結果をしっかり出していきたいというふうに考えております。いいですか。野田内閣総理大臣。2割削減の道筋と、必ずしも私はこれセットではないと思いますが、普段の努力で行政改革をやっていくと、特会改革もやる、独立行政法人改革もやると、で、2割に向かって努力をするという中での行政改革の姿は、当面の段階では必ずやっていきたいというふうに思います。曽崎陽介君。だいぶ態度が後退してきたと思います。国民に 5% の消費税増税をやるときは、公務員の2割削減もやると言ってて、今聞いたらそれまで出すかと言ったら出せないと、そういうような趣旨の答弁じゃないですか。あなたかと言ってるのは全く私はまやかしだと思いますよ。そんなことで本当に国民に消費税の負担を求めることができるんでしょうか。総理もちろんいかがでしょうか。はい、野田内閣総理大臣。行政改革の道筋はきちっと打ち出していきたいと思います。で、具体的に消費税を実施する、引き上げするとき2014年4月でありますが、それまでには公務員の人件費2割削減の姿というのも当然合わせて出てきているということは前提であります。磯崎君。まあね、朝から数字も何にもないんですよ。自民党が協議をしないからけしからんという、この今、人件費のものも協議してますけどね。
数字を出して議論しましょうよ。政府なんですからね。野党ならは、それは数字のないような不安とした話を言うかもしれないけど、あなた方は政府与党なんだから、しっかりとした数字、目標を示さなきゃならない。そんなにそれも公務員の給与の、給与じゃない、人件費ですね。人件費の見通しも出せない中で、早くその、消費税の上げるのを出すのは私はおかしいと思いますよ。そんなのもっとゆっくりと議論をして、経済情勢もしっかり考えてやるべきだと思いますので、まあもうちょっとしっかりとしてほしいと思います。以上で終わります。はい。